こんにちは。遠藤さくらです。筒井あやめです。今日は28枚目シングルに収録される、うん、バンド編成の曲に私たち参加させていただいてるので、はい、ちょっと私はエレキ、はい、私がベースをやらせていただいてるので、はい、今回はこれを機にちょっと楽器を始めようかなと思って買いに来ました。ここは山の楽器さんです。見えるかな。あ、見えた。山の楽器さんに来てます。ちょっと緊張する。なんか、ね、いっぱい、いっぱいあるよね。ちょっと楽しみです。楽しみです。行ってきまーす。よし。はい、失礼します。わー、こんにちは。え、すごい、いっぱいあるよ。けどもけどもいっぱいありますね。何が全然何がいいのか初心者すぎて ね初心者すぎて。とりあえず見てみます。え、こういうギター屋さん、ギター屋さんっていうか楽器屋さんって来たことある、うん、ある。あるアコギ、うん、の方は、うんうん、こういうとこ来て、うん、買った実際。あ、買った、うん、わー、え、すごい。え、かわいい。かわいいね、これ。これかわいいじゃん。これかわいいかな。これかわいいじゃん。本当？でもなんかおしゃれだよ。ね、木。ね、木っぽい。たくちゃん来たことある？でも吹奏楽だったから確かに管楽器で、うん、その楽器の方は来たことあるけど、うんうん、こんなギターがいっぱい並んでるところは来たことない。ないよね。あのさ、軽音って見たことある？ない。ない？その楽器に似てる。アニメ？そう。アニメ見るんだ、さくちゃん。アニメ見ないの。軽音、軽音が唯一見るアニメで、平沢ゆいちゃんが弾いてるギターに似てる。これ。これ？あ、わかんない。色味かな。どうしよう。ね、全然わかんない。そわそわするよ。どうすればいいの？あれを基準に選べばいいのかも、ね。でもなんか2回もあるって言ってたよ。本当？うん。まず一通り見てみる。まず一通り見てみよう。わあ、なんかますますわかんない。すごいな。あら、かわいい。わあ。すごい、なんか。帽子もある。Tシャツ持ってるのかな。ね。どうしよう。どうしようね。でもここエレキだね。わかんの？見て。わかるよ。だって弦の数違うじゃん。あ、そっか。え、弦の数が違うのか。違うよ。ベース4本しかないでしょ。あ、そっか。うん。ほんとじゃん。なんか多いね。エレキだ。サクちゃんのゾーンか。そうか、そうか。ベースあっちじゃない？あっちか。見る？え、サクちゃんの今日買うの？うん。そうよ。二人で。二人か。そう。あ、ここら辺で。あ、ほんとだ。ここら辺か。ここら辺だね。わー、なんかさあ、うん、マット系もさ、うん、すごい好きなんですね。おしゃれでいいじゃん。でもあやちゃんベース似合うよね。本当？うん、なんか MV 撮影の時さ、見てて思った。嬉しい、よかった。かっこいいなって。でもね、やってみたかったの。あ、本当？よかったね。ちょうどぴったりで。いい機会だ。そうそうそう。どうしよう。まあ、見ていただいた通りたくさんあるんですけど、まあ、ちょっと小ぶりな方が、使いとしてはしやすいと思うんですね。確かに。例えば、はい、まあ、同じギターでもいろんな形、いろんな長さが実はあって、意外とそのメーカーでいうと、またフェンダーとかギブソンとか有名なとこあると思うんですけど、まあ、この辺とかだといわゆる普通のフェンダーなんですね。でギブソンの方がちょっと実は短かったりとかするんですよ。フェンダーとかで少し短め、音が狭いのっていうと、この辺のリオソニックっていうシリーズ、ちょっとまあ見た目も結構ポップな感じなんですけど、見た目的にはなんか何色がいいとかありますか？何色がいい？ある？なんか、うん、かわいいやつが、かわいいやつ。お
じゃあちょっと一旦ここでとりあえず買い込もうと思います。はい、はい、あ、でもやっぱまあ、今ねあのストラップつけてないので、うん、あのちょっと重く感じるかもしれないですけど、ちょっと音出してみます。はい、あんまり上手くないんですけど。あ、いやいや全然大丈夫。でもどっちも楽しいけどね。多いよね。うん、すごい、うん、あ、めっちゃいい。ありがとうございます。なんかいつも行くようなコードだけじゃらーって鳴らしてる。あ、いい音。本当、うん、でも全然持ちやすいです。あ、本当です。なんかそんないっぱい弾けるコードじゃないから、もうあの持った感じを覚えててもらえればか、うん、でも持ちやすい感じはありますね。そうなんだ。で、今日はちょっと短めので言うと、さっきちょっとお話ししたギブソン、フェンダーとギブソンってなんとなく多分なんかやってるし、すごいね、だったと思うんですけど、まあ、見た目も結構丸っぽい感じが多いので、飲む。ちょっとそれはさくちゃん。本当に優柔不断なの。でも、これ何、赤？何色ですか？定番フェンダーのモノと赤と フェンダーのジャズベース、プレシオンベース。この辺り見てもらって、はい、なんか持ってみたいなとかあればあとでご用意するので、ありがとうございます。はい、どうしようかな。どうする、これか。あ、かわいい、あやちゃんっぽい。あ、かわいい。やばい、あやちゃんっぽいな。よいしょ。長さ大丈夫です。はい、こっちが、ジャズベース。ジャズベース。あと細めの方ですね。どうなんでしょう。まあ、多分比べてみてどうか。そうですね。でもなんか、全然弾きにくさとかはないです。なんかそうですか。はい。どう？いいね。本当？うん。なんか色味もなんか、あやちゃんっぽいなって感じの色。かわいいよね、なんか絶妙な ね。うん、好きなので重さが、ね、はい、結構違うんですよ。はい、こっちがプレシジョンベースで、確かに、はい、ちょっと太めだと思います。ネックの方が、あー、高さは後で調節できるので、どちらかというと太さ、見た目と見た目どっちが似合う？そっちも似合ってるよ。本当？こっちかな？こっち？もうこれはあやちゃんの、あやちゃんのもうビビッときた方で、ビビッときた方が一番いい。こっち。あ、こっち。じゃあ、あやちゃんがいいなら。はい。じゃあ私はこちらにします。はい、ありがとうございます。かわいい。この高さどうですか？大丈夫です。大丈夫そうですか？似合う。でもあんまり重くない。軽い。薄めなので結構軽いです。おお。さっきのやつよりこっちの方が音が丸いというか。丸い、確かに。ちょっと優しい。柔らかい感じ。いいね。あ、でもね、太さ、こっちの方が細いの。そうですね、ちょっとこっちの方が薄めで細いで。あ、でも、なんかこっちの方が持ちやすい気もする。自分的には。形もやっぱり違うんで、軽いし。持ちやすさみたいなのは大事です。見た目も全然違うので。違いますよね。ありがとうございます。いやー。おお、やっぱなんか映える。あ、本当？うん、なんか
やっぱここが太い方が持ちやすいですね。でもライブで入るね。うん、似合う。え、でもこっちも捨てがたいよ。いや、わかるんだよね。わかる？うん。うわ、なんか、もう本当に優秀だな。私はなんか何も言えないわ。なんでそんなすぐ決めれたの？全然決めれない。ビビってきた方。え、ここの太さは一緒ですか？でもなんか持った感じフィットするのはこっち。ああ、ええー。うわー、どうしよう。難しい。どうしよう。え、もう一回こっち持っていいですか？すいません。本当にすいません。大丈夫ですよ。どうしよう。大丈夫。どうだ、どっちも。やっぱどっちも。もう一回こっち持っていいですか？あ、本当ごめんなさい。大丈夫。収まり。クールな印象にはなります。うん。ね、わあ。これかな。じゃあこれにします。ありがとうございました。ありがとうございます。なんかごめん、すごい時間が。え、全然大事なこと。これから一緒に共にするやつだからね。そうだね。うまくならないとね。なんかせっかくね、やっていただいたから。頑張ろうね。頑張ろうね。ね、いつかライブでこのギター、エレキと、ベース、披露できるように練習頑張りたいと思います。頑張ります。頑張ります。チャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。バイバーイ。バイバーイ。